ブンブンごまを牛乳パックの底を使って作っていました。そこにはこんな風に印がついているので中心が分かりやすいです。中心から5ミリ離れたところ2箇所に印をつけます。カッターマットなどの上に段ボールを2枚敷いて、押しピンで穴を開けます。普通の押しピンでもいいのですが、チェス型の押しピンが使いやすいです。そして竹串を刺して穴を広げます。タコ糸の先が割れていると通りにくいので、水のりで固めておきましょう。先に色や模様をつけていきます。名前も忘れずに書いておきましょう。穴が潰れているときは竹串で大きく広げてください。タコ糸の先を固めたものを通すとスッと通ります。同じ方から通してください。2本束ねてキュッと結びます。スーッと端まで通してくるくるっと巻けばこれで片付けができます。回し方、遊び方の動画もご覧ください。